これさっきの一番紅葉があったところで最後ですかね。あのこれ終わりですか。マジですか。さっきすげえ人がいっぱい溜まってたところがあったじゃないですか。はいはいはい。あれあそこだけも虹色。そんなレベル？そういうレベルです。ああなるほど、こういう感じだ。これまっすぐ行った方がいいから、もっと多いか。まっすぐ行っちゃった方がいいんじゃないですか。あ、わかりました。はい。お、なんだ？あるんだ。へえ。ああまだ続くんですね。この先もなんか県道がなんか出るまで。ああ。パフェットさん、その走りを楽しんでもらっていいですよ。その先で待っててくれれば。あ、まあこんなもんですよ。話のいいちょっとコーナーがあったらわーい、はい、わーいみたいな、わーい。ただね、見えないコーナーここで危ないよ。ああ。もう誰もなくわーいって言ってる。なんかやんちゃなお子ちゃまみたいな感じです。見えないとこ来たらちょっと止まってみてるね。引いちゃうとね、やばい。そうなんですよね、さっきの橋のところ怖かったですよね。結構危ないです。まあ、突然待ちやすい。さっきなんかもうごっつ手振ってたが軍団がいましたね。あ、いましたね。北海道で見た。辺で事故する人多いんでしょうね。めっちゃ多いです。あれだけ完全にバイク飛ばして、あれだけかっ飛ばしてたら。みんな初めてバイク飛ばしてる。コーヒーの方に見えない。あ、コーヒーね。コンビニのね、まだちょっと先ですね。あんま全然先です。ちょっと飲みたいですよね。そうなんです。竹下さんはあれですか、そのタバコとかは吸わなかったんですか、ずっと。タバコは何年前かな、5年ぐらい前に禁煙しました。あ、吸ってらっしゃるんですか。はい、禁煙したんです。何年前、震災の後だから5年経ちましたかね。ああ、まだそんなもんなんですか。ああ、禁煙の薬あるじゃないですか。はい、あれ試しに、まあ、今でそれもやってみたの。ブログでやってみたを、普通でやめられるわけねえだろうってやってみたよ。僕はね、上の子ができた時にやめたんで、だからもう22年ぐらいになりますね。やっぱりこれもみじ道路と終わりですよ、もう。ただの畑です。はい、しょぼかったですね。めちゃくちゃ。で、そこで県道かなんか出る。出ますね。で、その辺にコンビニがあるといいんだけど。なんてことはない。もみじロードなんてことなかったな。もみじ感は一度もなかった。そんな言うほどじゃないですよね。あれ限界だって言ってももみじが高いことないと思う。ちょっとあれはひどいな。ちょっとこのまま真っ直ぐ行けないですね。
はい。いや、こんな長くバイク乗ったら久しぶりだな。これで長いんですか？長く、日々の僕の生活の中では長い。はいはいはい。ハーレーさんあります。ハーレー屋さんですね。すごいセキュリティでしたね。ハナパーツはやってる。ID、見てて見てる。僕の知る限りバイクは数時間以上乗ることはもうほとんど今までなかった。今日何時間も、まあ、食べてましたけど、3回目乗りたくはなんないんですか？あ、だからこれ乗りますよ、ね、ちょこちょこっと、まあ、結構いいです。でも自分家にガレージがあるっていいですよね。まあそうですね、レージやるなんてガレージやる。最近あんま稼働しない。僕はもう野ざらしだからな。あ、そういうこと野ざらし。ハハハ、青空だれちゃうと何個ともやってはできない。それはありますよね。ストルードゥ、あ、これあの、まあ、アップルパイの感じで言うと、それを作ったのはこれ竹山とか。じゃあ料理番組やればいいじゃないですか。いや、見ないですよ。いや、俺は見ないけど。基本だって見ないですよ。それ言っちゃいけませんよ。そう、僕基本ね、でも僕らそうでしょ、あのクリエイター側からすると見てる時間ないでしょ。だってだって撮るか編集してるかどっちかじゃないですか。ほとんどこの間マシっぽいとはなんか1分ぐらい。おお、すごい、なんかロケーションがいいですね。なんか竹人さんがカメラを抱きそうな、抱きたかったんですけど、めんどくさいかも。今めんどくさいんですよ。竹人さんとかくあれですよね、めんどくさがりですよね。まあ基本めんどくさいよく聞きますもんね、これちょっとめんどくさいみたいなことね。だいぶなんか、街中に来ましたね。そうです。これを真っ直ぐ行くともう海よ。あ、ほんとだ。これ127上がってったらここだからなんか。そうですね、そうですね。これを右行って、何かしらあるだろうと。米田コーヒーですね。米田コーヒーなんかあったらベストですよね。セブン見つけたら入ります。竹下さんはコンビニは何派ですか？セブン派ですね。あの、そうなんですか？はい。なぜセブンがいいんですか？セブンやっぱお弁当美味しくないですか？ああ、そう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 。食べ物美味しいですよね。はい。あ、早速あった。意外と来たかった。はい。あれでもなんかここ駅前か？駅前ですね。上総港。上総港。ちょっと反対側だけど。あ、入ります。はい。今日なんかバイクが多いからな。はい、ちょっとセブン休憩に入ります。開いてるんか、どっかこの。あ、そこ開いてる。開きましたね。一人だったら行ってたんでしょうね、今。ありがとうございます。ということでセブン休憩です。また来週。よいしょ。